株式会社ガーラはオンラインゲームサービス提供企業、オンラインゲーム開発企業、コミュニティソリューション企業を参加に置く持ち株会社。創業者は菊川暁である。ガーラはオンラインゲーム事業とコミュニティソリューション事業の2つの事業領域を形成するガーラグループの中核企業である。そのうちオンラインゲーム事業が売上の9割を占めている。なお、 オンラインゲーム事業の売り上げのおよそ9割が海外の子会社よりもたらされている。オンラインゲーム事業では G ポテトのブランド名にてゲームポータルサービスを各国市会社が展開している。2005年にアメリカでオンラインゲーム事業を展開するためにガラネットを設立し、その成功をきっかけにそれまで SNS やホームページ制作等のコミュニティソリューション事業や データマイニング事業からオンラインゲーム事業へと重心を移し、現在に至る。オンラインゲーム開発会社のガララボを参加に抱え、内製ゲームを提供する一方、他社のタイトルもライセンス獲得し提供している。すべて基本プレイ料金無料のゲームとなっており、ゲーム内アイテムの販売により収益を上げている。また2012年には、スマートフォンアプリ事業を展開するため、 ガーラポケット柄イノベーティブの2社を設立した。しかし2012年3月期、第2四半期から売上高が減少に転じ、2013年3月期、第2四半期は前年比43%減と大幅に落ち込んだ。これに伴い、同四半期には継続事業の前提に関する事項の中期が付けられている。2013年2月、 スマートフォンアプリ事業に資金を集中投資するため、欧米の PC 向けオンラインゲーム事業から撤退、ガラネット及びその子会社2社を韓国のウェブ前に売却した。2016年3月末現在で連結し、会社5社である。以下は日本における状況を表す。ガーラは、キリスト教の再演を意味する、ラテン語。人と人が出会う、場の意味が込められている。 ありがとうございます。